はい、どうも、てるやでございます。さあ、今回はですね、とうとうやってまいりました。T スクエアのトゥルス。こちらのですね、ギターソロを解説しようと思います。この曲はですね、もう街角アンケートですね、してですね、この曲知ってますかでインタビューしたらですね、もう知ってます、知ってます、もうイエスイエスの嵐の曲ですね。もう T スクエアっていうですね、このバンド名を知らないって方でも、もう曲は知ってるというですね、もう本当にですね、超有名な曲でございますね。こちらのですね、ギターソロを解説したいと思います。この曲はですね、僕がですね、高校生の時なんですけれども、僕ね、高校がですね、音楽科というところに通ってたんですよね。ですね、音楽家っていうのはですね、このメインの楽器があるわけなんですけれども、その楽器がですね、当時僕はですね、サックスをやってまして、そんなにですね、練習はしてなかったんですけど、僕サックスで音楽家の学校に行ってたんですよ。でですね、年に1回ですね、その1、2、3年生集めてですね、なんかちっちゃなホールみたいなところでですね、そのメインの楽器の発表会みたいなやつがあったんですけれども、その発表会でね、僕はトゥルースをやらせていただきまして、でね、このね、メインのサビのね、テーレ、テーレ、テーレ、テーのところがですね、この一番高いところなんですけど、これがね、サックスやってる方はわかるんですけども、これね、フラジオっていうね、吹き方がありまして、ちょっと特殊な吹き方をしないといけないんですよ。そのね、吹き方はですね、本当にちゃんと練習しないとですね、ちょっと音がねひっくり返ってしまうんですけれども、ここだけは外すまいと思ってね練習してたんですけれどね、本番でねしっかりとねデーレデーレデーレピーデーレってやってしまいましたんでね、しまったっていうですね、ちょっと思い出がある曲でもあります。まあね、僕のねそんな思い出話はどうでもいいんですけれども、今回はですね、また安藤さんのギターソロということでね、これもですねカスタムオーディオの3プラスのですね3チャンネルソルダノモデリングを使ってると思いますので、アンプリチューブ5のソルダノモデルを選択しております。でまたね、これねちょっとまたアームが出てきますんでね、ちょっとねアームがない方はちょっとね完全再現はちょっと難しくなってしまうんですが、今回もね、またスピード落としてじっくりと研究してきましたんで、この後のですね解説が皆さんの役に立てば幸いでございます。というわけで早速解説いってみましょう。レッツゴー。さあ、それでは最初の導入はですね、こちらは最初はシンプルですので、一泊休みからの、これですね、この安藤さん結構ね、なんかこういうの多い気がしますね。なんかね、後半もね、このね、こういうね、リズムのやつがたくさん出てきますので。で、この後にですね、早速、クロマチックなね、ハイ弾きフレーズが来ると、ちょっと前から弾きますね。こういう感じになるんですね。でね、ここのフレーズはね、プリングの音が聞き取れましたので、譜面に書いておきました。で、ここで、まあこうなんですけれども、このね、あまりクロマチックを弾かれてない方はですね、ちょっとうむむってなってしまうところなんですけれども、で、ここもね、オルタネートでね、この、なんでこの、これがアップでいくわけですね。そうするとですね、この頭にアクセントをつけやすいのでね。こんな感じでね、今ちょっと最後、プリングやっちゃいましたけど、ちょっとスピード上げますよ。こんな感じでね。で、最後はね、このね、リズミカルに。こんな感じでね、かけていくと。で、この小節からですね、ちょっといきますよ。で、ここでね、開放が鳴って、アームダウンっていうね、このね、またアームが出てきますのでね。っていうね、まぁ、ちょっとアームを持ってない方はちょっとね、難しいんですけれども。で、このね、このトゥーーのところなんですけど、これの後ね、ピッキングしてもいいんですけどね。僕はなんかね、もう、プリングでやっちゃってますね。まぁ、ピッキングしてるかもしれないですね。なんでね。で、次がですね、3連符になるんですけども。で、この下げて、この3拍目でね、アップになると、このゼロがね、こう弾いてないんですよね。こんな感じでね、いくと。で、これね、アームダウンしてですね。こんな感じでね、頭に合わせてあげるって感じですね。
で、これはですね、ほんとね、このね、音階をね、こんな感じで登っていくと。でね、ここでね、多分ね、ハンマリングしてますからね。ここはね、多分ね、ピッキング多分してないような気がするんですよね。このアームに集中しないといけないんでね。ピッキングしながらもできないことはないですけども、ちょっとね、ごちゃごちゃってなっちゃうので、多分ね、アームだけでいってると思うんですよね。なのでね、これで、こういう感じでね、で、このアームの時のですね、コツがですね、ちょっとね、ノイズゲート入ってるからちょっと聞こえにくいかもしれないですけど、これね、こんな感じでね、アームはね、こう揺らすとね、他の弦まで全部伸縮しますので、弦が全部鳴っちゃうんですよね。なんでそれを全部ミュートしないといけませんので、これでね、ここで僕はですね、この中指、人差し指、親指、全部でミュートしちゃってますね。で、親指でね、がっつりね、ミュートしちゃうと、こう登っていきにくいので、まあそういう時はね、こんな感じで登っていくと。薬指で押さえて、中指と人差し指でミュートしていくと。で、ミュートしますとね、こういう、なんか、こういうのもね、全部、このね、ノイズレスで聞くことができますのでね。ぜひね、アームの時のこのね、ミュート、練習してみてください。で、次はですね、で、ここまで上がっていって、で、まあ、こうなるんですけれども、ここはね、さほどね、難しいところはないですかね。で、ここもね、このね、これが来ましたね。ちょっと前から来ますよ。こんな感じになるですね。ここからね、ちょっと弾いてみますよ。こんな感じでね。まあ、一旦ここまでね、弾きますね。このね、これがどんどん速くなっていくというイメージですかね。で、この時にですね、よくね、こういうフレーズあるじゃないですか。こういう時はね、もう僕の動画ではもう何回言ったかわかんないですけれども、このね、人差し指の先端でね、2弦をミュートしておくとね、こんな感じでね、綺麗になると。これがね、外れてるとね、このね、2弦がね、鳴っちゃう時がありますのでね。で、あと、右手の腹でですね、この3弦もミュートしておくと。そうするとね、こんな感じに綺麗に弾きますんでね。でね、次がですね、最大の難所なんですけども、これね、見てもらったらわかると思うんですけども、この2拍目にね、5連符っていうのがあるじゃないですか。ここがね、非常にややこしくなってまして、ゆっくりね、いつも通りですね、テンポを遅くしてですね、解析すると、こういう譜面になるんですが、僕もね、こんな感じで弾くとね、ちょっと弾けなかったので、多分ね、安藤さんもこれを意識して弾いてる感じじゃないと思うんですよね。このね、一拍目のね、この、このね、タタンタカ、スイー、フォー、タカタカってね、こういうのがあるんですけども、このね、タカタカからね、あとはね、多分6連でね、もう弾いてるイメージでね、多分弾いてると思うんですけれども、なんでね、ここのね、5連符のところを6連で考えると。譜面に書くとね、ほんとね、こういうのはね、難しいんですけれども、こういうイメージで弾いてると思います。はい、ドーン!はい、こちらがですね、僕がイメージしてる譜面ですね。こちらをですね、ぜひ参考にしてみてください。こういうね、バーって弾いててね、こういうのね、よくあるんですよね。なんかもうまあ、例えば例題で言うとですね、まあ、昔僕レッチリのデスノートのね、ダニー・カルフォルニアって曲やったんですけども、あれもね、なんかね、こういうね、バーって弾くのがあるんですよ。多分ね、そのイメージでね、こんな感じでね、多分弾いてるんですよね。なんで右手がね、6連って感じですね。タタンタカ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 タンって感じですね。元の譜面にね、見てもらったらわかるんですけど、このね、5連符のところ、後ろにね、ピキってバツがあるんですけれども、そこはね、多分ね、このバーって弾いてね、カリってなったところですので、多分やっぱりね、ここはね、6連で弾いてるんじゃないかなって感じしますね。ちょっとゆっくり弾きますよ。3,4 こんな感じになると。ちょっとね、クリックないんでね。ちょっとね、ちょっと早く弾いてみますよ。こんな感じでね、僕は攻略しましたね。ちょっともう一回弾いてみますね。
まあね、こんな感じでね、これはね、もうこんな感じでね、弾いてると思いますので、ぜひね、このやり方を参考にですね、やってみてください。こういうね、バーって弾く系はね、分析するとね、ちょっとこういうややこしいことになりますけれども、そういう場合はですね、イメージとしてはこういう風に弾いてんだろうなっていうのをですね、読み取ることができればですね、攻略できますので、もう安藤さん、詳しい方はわかると思いますけど、すごいね、この几帳面なソロというかですね、すごい整ったですね、ソロを弾かれますので、多分ここはね、6連じゃないかなって感じですけどね。タカンタカ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 ターン、タラ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 って感じですね。で、次がですね、このプリング。ここはね、なんかね、プリングな感じですね。でね、こっから、ピッキングですかね。こっからね、ピッキングって感じですかね。こんな感じになると。ここもね、ゼロはピッキングしてもいいですし、僕はね、もうこのままプリングでいっちゃいますかね。結構ね、もうなんか癖なのかわかんないですけど。なんでね。で、ここでもですね、ちょっとアームが出てきますので、ちょっとね、前から弾くと。こんな感じになると。こうね、大胆にアームがね、出てきますので。で、次がですね。なんかね、さっき支部の3連があったんでね、ここも支部の3連で行きたくなりますけど、ここはね、なんかタタンタタタンタって感じですね。で、ここだけね、こうスライドで7フレットに。で、次がですね、またちょっとね、小難しいフレーズが出てくるんですけども、このね、ジャズフュージョン系の方はですね、もうおなじみのこのね、プチスイープみたいなのがあるんですけども、こういうのがあるんですよね。で、スイープの時にもよく言うんですけども、これね、パンパンパンって弾くんじゃなくて、もう、弦を弾いたら次の弦に落ちる感じですね。こんな感じで、ストン、ストンってね、落ちる感じですね。で、ここのややこしいのはですね、この、で、そのまま、この8のね、8フレット、ここが頭になるんですよね。でもね、タンタカタタカタカ。こんな感じですね。なんでですね、先ほども定番フレーズと言いましたが、慣れてしまえばね、もう定番フレーズですので、もう至るところでこういうのがね、出てきますのでね。ある意味一個得得すると、もういろんな人のですね、フレーズが弾けちゃうっていうことになりますので、ぜひですね、こちら練習してみてください。こんな感じで、ね、いく感じですね。でね、こうゆっくり。ですね、ドゥントゥエテケテケって慣れてきたらですね、今度はちょっと前の小節から練習するっていうね、これがね、練習のコツなんですね。意外とね、難しいフレーズをね、練習するときはですね、もうそこばっかり練習するんですけども、曲っていうのはですね、どんどん進んでますので、そのできないフレーズの一小節前からですね、練習していくと。そうするとね、こう実際にね、曲流すと弾けるようになりますので、前の小節から弾くと。まあこんな感じになると。ちょっとね、早く弾いておきますよ。こんな感じになると。で、そっからですね、また上に上がっていくんですけど、こんな感じでね、上がっていく感じですね。また出ました。こんな感じでね、いくと。最後、もう最後になってしまいましたが、同じやつが出てきますね。こんな感じで終わりということになりますね。で、今ちょっとね、ビブラートかけて長くしちゃいましたけど、次はね、キーボードソロがね、来ますので、最後はね、この、多分ね、一拍ぐらいでね、もう去って、次のね、キーボードの方にソロをバトンタッチしてる感じですね。こういう感じですね。でですね、一応メインのね、テーマですか？そこもですね、弾いときますね。で、このメインテーマなんですけども、最初ね、このね、シンセのですね、メロディーが来て、途中からギターが入ってくるってね、これがね、めちゃめちゃかっこいいんですよね。ティン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 。こんな感じでね、入ってくるんですけども、これがですね、めちゃめちゃかっこいいですよね。で、ここなんですけども、これね、結構ね、弦飛びがきますので、これはもうね、全部ダウンでいきましょう。こんな感じでね。でね、なんかたまにね、こうね、これね、ピッキングハーモニクスがね、前半入ってたりしますので、これね、全部ダウンで弾いてる感じですよね。これのですね、まあ、コツと言いますか、普通のね、皆さんがどうピッキングしてるのか、ちょっとね、人それぞれなので分かりませんが、これがですね、
ちょっとね、上からだとちょっとどうかなって感じなんですけども、これはね、意外とね、簡単に弾ける方法はですね、斜めにですね、ピッキングをですね、入れまして、これで今、予言に止まったの分かります?これがですね、ちょっと角度変えようかな。このね、こうあってですね、なんか、この払い抜けがですね、こんな感じになる方。こうなる方はですね、ちょっと難しいかもしれないですね。このね、ちょっと斜めにね、こんな感じで、ポンポンポンって当てると、これはね、ほんとね、人それぞれですけれども、こんな感じでね、次の弦に当たるイメージ。で、こんな感じですね。これね、この、こうしてね、弾くんじゃなくてなんかね、こっちの方がね、なんか弾きやすい感じしますよね。まあ僕はですから、ほんとね、これ人それぞれなんですけども、そうするとね、こういうね、単音のね、力強く、こういう感じでね、弾けますので、これがね、抜けるやり方だとね、まあ、どっちでもいい感じだな。なんですが、僕はですね、こっちの方がね、なんかね、こうヒットしやすいので、特にね、この弾き方するとね、なんかね、クラシックのね、人だとね、アポヤンドとかなんかね、聞いたことありません?なんかこれね、隣の弦に、ポンって行く弾き方。これのね、イメージに近いんですけども、そうするとね、結構ね、強いね、音が出ますので、このね、アルアイレみたいなね、この、こういう、ポンって上にね、これがね、まあ言ったら、こういう弾き方に近いのかなって感じしますけども、こうね、こう弾く弾き方。こっちの方がね、なんかね、力強くて、単音にはなんか弾きやすい感じしますけどね。こういうフレーズはって感じですけどね。まあ、フレーズに本当によりますので、今回ですね、こっちの方がなんか弾きやすい感じしますよね。こんな感じでね、この今全部、もう予言にポン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 って、予言がダムになってる感じですね。こんな感じでね。で、これがね、慣れてくるとね、こんな感じでね、結構フルパワーで弾けるようになりますので、そうするとね、ものすごくね、気持ちよく弾けますんで。これね、ピッキング、ハーモニクスを混ぜた時でもこうね、力強く弾くことができますんでね。ほんとね、もうこれが正解っていうのはね、ないのでね。できることなら、全部できた方がいいわけですね。そうするとですね、いろいろ応用が効きますので、ぜひね、いろんなパターン試してみてください。僕もね、いろいろ試しましたんでね。その結果ね、これがまあ僕は良かったかなって感じでしたので、今回はね、そちらをご紹介したっていう感じなんですけども、皆さんもですね、いろんな弾き方で試してみてください。ってな感じでね、またね、細かく細分してみましたが、いかがだったでしょうか?もうほんとね、これはね、安藤節のフレーズがたくさん入ってますし、何よりね、もうフレーズがかっこいいんでね、もうぜひですね、こちらを覚えてですね、いろんなところでですね、応用できるようにですね、練習したらいいのではないかなって感じですね。トゥルースの攻略の何かね、お役に立てればいいなと思います。そしてまたね、新たな動画たくさん作っていきますので、でですね、過去にはですね、オーメンズ・オブ・ラブとかですね、夏の蜃気楼とかね、コントロールとかね、ギターソロ解説したりですね、タブ風作ってますので、ぜひね、そちらの方も見ていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。めちゃくちゃ励みになっております。またですね、解説動画出したいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録、グッドボタンを押してですね、お待ちになっていただけたら幸いでございます。今後ともね、テレアギターをよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。